大島部屋は、かつて、日本相撲協会に所属していた、立浪はじめ門の相撲部屋である。1979年9月場所限りで、現役引退した立浪部屋所属の大関、朝日国は、年寄り、大島を襲名し、立浪部屋の部屋付き親方として、更新の指導に当たっていたが、1980年1月に、分岐独立して大島部屋を創設、同年、 3月場所に新弟子約10人でスタートした。二大大島は第63代横綱、朝日富士屋、小結、朝日道産を、はじめ一代で多くの関取を育て、部屋は、立浪はじめ門の中核的な存在となった。また、1992年には、モンゴルから6人の新弟子を迎え入れ、現在まで続く、モンゴル人力士の流星の先駆けとなった。 その中からは、極州山が小結びに、極天法が関分けにまで昇進した。1996年には、小結、朝日道さんが第41回衆議院議員総選挙に、現役力士として出馬して当選し、大議士となって、力士を廃業した。小結、極州山も、現役を引退した後、2008年6月に、モンゴルの国会議員になった。 1983年3月場所の朝日富士の新入幕以来、幕内力士を絶やしたことがなかったが、2007年5月場所前に、関分け、極点法が協会で禁じられている力士の自動車運転によって人身事故を起こしたことにより、同場所を出場停止となり、同年7月場所に重量陥落となり部屋の幕内、力士連続在位が途絶えた。 2012年4月の大島の定年退職を控えて、2007年に日本国籍を取得していた極天法が部屋を継承する方向で準備に入っていたものの、2012年に入って、極天法自身が大島の退職後も現役を続行することを希望したことから、大島が定年退職した4月24日付で部屋は閉鎖。所属している力士らは友綱部屋へと移籍した。 なお極天法は、2015年7月場所限りで、引退し年より、大島を襲名したが、大島部屋の再興はせず、2017年6月に、遺跡後の師匠である10代友綱が定年を迎えるのを機に、5月場所後に名跡を交換して、11代友綱として友綱部屋を継承した。東京都墨田区両国3の5の三夫都は、幕内最高優勝経験者。 大島部屋所属時の最高位、ありがとうございます。